6月24日、最新セリーグ順位表。下位チーム全勝。中日上げてきたな。どこも接戦やったな。巨人広島 0.5 差。1位2位、3位4位ともに 0.5 ゲーム差。熱いな。前方三撃やつやんけ。手は見事に集団分かれてんな。ヤクルト中日は協定でも結んでるのか。最下位争いが熱い。中日の勝ち越しホームラン今季初とかさすがにくさ。最弱決定戦はまだまだかかりそうだな。横浜が抜けてて巨人阪神広島で団子だな。広島がヤクルトの代わりで当初の大方の予想通り。広島がなかなか不気味。1から4位まで5ゲーム差か。大型連敗したところから脱落や。巨人はここからってとこで坂本行ったのは痛いな。明日はもうどこも決戦の日曜日やん。横浜、明日勝って貯金12なら25年ぶりや。広島までは全部優勝もありえるレベルやなこれ。逆中デッドヒートやな。明日のバウアー楽しみやな。明日、横浜阪神、首位攻防戦。巨人広島、A クラス争い。中日役、最下位争い。熱すぎやろ。3組全部デッドヒートか。岡田、負けてもええやん、笑い。三浦、一気に行くで、今永、東、バウアー。広島優勝もなくはないな。さすがに阪神もこのままずっと不調じゃないやろし。横浜も好調をキープし続けるわけないし。わからんで。